はい、そろそろお時間になりますので、第3部の方始めていきたいかと思います。それでは、マスター役のですね、西谷さん、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、本日第3部の、喫茶神楽語り合う会の進行役、マスターを務めます三井デザインテックという企業の西谷直子と申します。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。なんて素敵な、話すごとに拍手があるなんて素晴らしい。この一体感はきっと小川先生の朗読会に来る方によくある状況なんですけれども、簡単に私の会社のことをご説明すると、三井不動産グループのデザイン会社でございます。そして私がどうしてここにいるかというと、作家と学者の出会うところに、多様化というキーワードで企業の人間も入っております。はい、そしてですね、一昨年三井デザインテックの銀座にあるオフィスで小川陽子先生の先ほど最初に読んだ小鳥という小説の朗読会を行いました。もしかしてそれに来てくださった方もここにいたりしますか？いらしてたんですか？ありがとうございます。今見逃した方はすごいチャンスを逃したとは思うのですが、YouTube で見れますので、小川陽子、小鳥朗読会だけ入れればもうすっと出てきます。ぜひ皆さん見てください。今日の場面もありますし、その他4つの場面を読んでおります。で、去年はまさに今日の朗読の場面で台風のシーンがあったんですけど、その私どものオフィスで突然スコール的な雷と雨があって、台風のような様子になって、でだけど先生が読み終わった後に、皆さん今外は不思議と同じ状況になってますけど、ここは安全な壺巣の中だから大丈夫です、みんな小鳥の小説が好きな人々が集まって心を一つにしているので、私たちはお兄さんが言うように安全ですと言って、もうみんななんかこう 目からこう涙が、ね、うるうるするような状況だったんですけれども、というようなご縁があって、本日はここにおります。はい、で今日ですね、この素晴らしい校舎、3年前に新築されたということなんですけれども、ここのホールですね、この東京都市大学の、修士課程の滝本さんという方をちょっとまずご紹介したいんですね。で、彼女は、素晴らしい研究をされていて、今日さまざまなここの神楽の喫茶神楽で今話が始まるんですけど、それを一番奥 のポスターのパネルというか右手ですね、皆さんから見てあちらに可視化していく、議論を可視化していくというようなことを研究されている方で、それを今から私たちの話、取り留めのないいろいろな話をですね可視化していってくれますので、ちょっと一言滝本さんからお話しいただきます。皆様こんにちは。東京都市大学修士1年の滝本美奈代と申します。本日はよろしくお願いいたします。はい、本日は今ご紹介にもありました通り議論の可視化ということで、ちなみにグラフィックレコーディングっていう言葉を聞いたことのある方いらっしゃいますか？結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。私が今から行うものはグラフィックレコーディングというもので、議論を分かりやすく可視化したり、図とかイラストとかを使って表現する手法の一つとなっております。卒業研究でもそちらのグラフィックレコーディング題材に研究をしておりまして、今は実践を続けながら研究の方も進めていこうと考えております。本日ちょっとどんな風なものが出来上がるのか私もちょっとまだ分からないのですが、楽しく書かせていただこうというふうに思っております。最後皆さんでお写真とか、なんかそれをきっかけに対話が始まったりとか議論がなんかちょっと活性化したりしたらすごく嬉しいです。本日はよろしくお願いいたします。はい、滝本さんありがとうございました。素晴らしい試みですね。こういうことからこれがきっかけで、もしかしたらこれは将来ものすごい研究成果になるかもしれなくて、私たちはそこの証人になるかもしれませんね。では喫茶神楽、喫茶室神楽始めたいと思います。これはですね、皆さんいろいろな記事とかで検索してすでにもう
前準備で調べてきた方もいるかもしれませんが、2018年の8月12日に飛騨の神岡で始まっております。でそれ第1回ですね。その時のマスターは、先ほどたくさんのご本を、ね、出版されていることも明らかになった渡辺先生がその時のマスターでいらっしゃって、そして、小川陽子先生、そしてこちらにいる青野さん、科学ジャーナリスト青野さん、それから、その横にいらっしゃる東京大学宇宙線研究所の大橋教授 の4名が最初の時にはいらっしゃったので、マスター合ってますか、初代マスター、それで合ってますか。忘れてるのでもうだ、あ、いいですね、勝手です、はい、いいですね、覚えてないことを忘れてるって正直に言うことはすごく大事だと思います。はい、でそれでは、その、まあ、初代神楽という喫茶神楽が始まった、飛騨神岡で始まったんですけれど、今回初の東京にいよいよ上洛してまいりました。でこの神楽って、まあ、もちろんご存知の方はいらっしゃいますよね、ファンの方で。でもじゃあ神楽って何なんだろう、これ、まあ、あるものに命名をしたわけですけど、その命名委員長の小川先生からまず、ご自身の自己紹介を含めてお話をお願いします。先ほど朗読させていただいた小川陽子です。このメンバーの揃っている中でなぜ私が神楽の説明をしなければいけないのか、もう本当にやりづらいんですけど、もし間違えたことを言ったらすぐ指摘してください。ちゃんと間違えないように持ってきました。大型低温重力波望遠鏡というのが、まあ、装置の名前なんですけれど、もう大雑把に物語的に言いますと、宇宙ができた時の波がですね、ビッグバンが起きた時の波がいまだにこの地球にも届いている、宇宙に響き渡っている。でそれをキャッチできればアインシュタインの予想が証明できるということで、その重力波を検出するための装置を同じくスーパー神岡でと同じく神岡町に神岡鉱山のを利用して作るというプロジェクトがあるということを聞きまして、私がエッセイにですね、毎日新聞のエッセイに、ぜひ、愛称名前をつけるべきだと、ただその重力波望遠鏡というだけでは世の中に広まらない、どっか星から砂を持って帰ったあのはやぶさっていうロケットがありましたね、あれだってはやぶさと名前がついてるからみんなおかえりっていう気持ちになれたわけで、やっぱり物には名前が必要だということをエッセイに、書きましたら、それに目を留めてくださったこちらの責任者であった大橋先生が命名委員長になってほしいということで、まあ、ひょんなことから私がその、まあ、命名委員を引き受けて、そして、まあ、神楽という名前になったわけです。神楽、まあ、神岡の KA という神岡が入っておりますね。そして重力波を表す英語グラビテーショナルウェーブですかね、それの頭文字も入って合わせたものになっている。そして日本語で漢字で書くと神楽、神様に捧げる音楽、非常にぴったりですね。望遠鏡といっても空を見る望遠鏡じゃなくて地下に掘った装置でして、地下を伝わってくる波を検出するための装置、つまり何か大地宇宙の創造主に対して頭を垂れるような気持ちで、人間か弱い人間たちが研究を続けていくということにぴったりの名前がついたというようなことから、その神楽に関わりのある人々が集まって時々こうやって、座談会のような雑談のようなことをして楽しんでいるということです。以上です。ありがとうございます、はい、では小川先生を命名した
大橋先生、自己紹介を。自分はちょっと遠いから回ってこないって油断してたと思うんで、そっちから行きましょうか。はい、油断してました。はい、今小川さんが説明してくれたことでほぼ尽きているので、私が特に付け加えたことはないんですけども、その小川さんがこう書いてくれたコラムっていうのは、私が発見したわけではなくて、宇宙船研究所の秘書さんが実は発見してくれて、こんなのありますけどっていうので、これはいいものを見つけてしまったと思って、小川さんに連絡を取ったら、快く、じゃあ私委員長をやりましょうという話になって、こうなってます。で、はい、神楽という名前は非常にいい名前を付けてもらったと思っていて、それまでこれは神楽は付けた時は愛称だったんですけども、初めはその、大型低温重力化望遠鏡だから、その頭文字を取って LCGT という名前だったんですけども、全然だから小川さんが言われたように覚えてもらえないんですよ。で、国際会議に行って話題になった時も、まずまともな名前で読んでもらえない、 LGCT とかですね、 LTG とかですね、なんかむちゃくちゃなんですよ、ね、いちいちそれを直してるのはバカバカしくて、もうとにかく名前つけてほしいなと思っていて、まあ、神楽になってからはもう、そうですね、神楽梶田さんが代表になってから神楽という名前になってるんですけど、その次はもう間違えることなく、今完全に世界中にこう、まあ、通っている名前として使われていますので、非常にいい名前だったと思います。素晴らしいですね、このお話の旅の拍手、さすが小川陽子先生の朗読会ですね。では次に、それでは大橋先生の横にいらっしゃる、青野さん、科学ジャーナリストです。もう毎日新聞の論説の記者でいらっしゃって、で今科学ジャーナリストということで、でですね、ちょっとだけ私から感動したので、青野さんのご本でニュートリノに何っていうのが出てるんですね。で、私もこの進行役務めるにあたり、ニュートリノってそもそも何って思ってたところに、青野さんのこの本を見つけまして、ちくまプリマー新書から出てるんですけど、本当に世界の名だたる科学者の似顔絵も入っていて分かりやすいです。宣伝というよりは、なんか知りたい人がいたら、これなかなか自分で発見しにくいなって自分でも思ったので、皆さんに共有します。じゃあ青野さん、自己紹介お願いいたします。ありがとうございます。青野です。ご紹介ありがとうございます。いや、さっき渡辺さんがご著書、次長、いろいろご紹介なさってたんで、羨ましいなと思ってたんですけれども、紹介していただいてありがとうございます。それで、私がなぜここにいるかと不思議に思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、先ほどご紹介があったように、小川陽子さんが、毎日新聞のエッセイに、つまりこの望遠鏡にもぜひふさわしい名前をつけてあげてほしいというふうに書いてくださったためにですね、それ以前から、取材でお世話になっていたんですよね、大橋さんにそうだと思うんですけど、お声がけが上がって、命名委員会の委員に、加えていただいて以来、このメンバーで、こういう記者室もやられさせていただいているということなんですね。で、本当にそれ以前からですね、この中で一番古くから知っているのは渡辺淳一さんですよね。まだ私が駆け出しの科学記者、渡辺淳一さんはまだ大学院生でした。それで、これには、話すと長くなるので省略しますけれども、取材にの約束をしていたら渡辺さんはいなかったという話なんですけれども行ったら他のところにちょっと呼び出されていなかったって、そのあたりからも始まって古いお付き合いで、大変いろいろお世話になってきて、でさらにもちろん梶田先生には1998年の今ニュートリノ のご紹介本をいただきましたけども、その中にも当然最初から梶田さんの話が出てきますけれども、ニュートリノ振動を発見したその時ですよね、その発表した時、その時に、取材をさせていただいて、以来の、お付き合いということになります。大橋さんは、もうすでにその時には天文台で重力波のタマさんですよね、装置で研究をしていたので、やはり取材をさせていただいたということになります。八代先生は
初めてお目にかかりますが、でもなんかお話ししていたら共通の知り合いがいることがよく分かり、またこれをお機会にということで、はい、じゃあ今日はまたよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。素晴らしいですね。はい、あ、はい、どうぞ大橋先生。あの青野さん嫌がるかもしれませんけど、ちょっと一つ付け加えるというか訂正があります。いいですか。あの取材されたとおっしゃいますけども、青野さんが最初に言われたことは私は今でも忘れないんですけども、青野さんこう天文台にこう取材に来ていただけませんかと言ったら、いや重力化はまだ受かってないんで、重力化が受かったらあの取材に行きますと言って、いまだに来たことがあの他の中のニュートリノの本を出すときに、このニュートリノ関係の質問とかはされるんですけど、重力化の質問されたことはいまだにないと思っております、はい、いやいや訂正です。そんなことはないです。重力化についてもちゃんと取材をさせていただいています。ただそう受かったらねって、あの重力化受かるっていうのはあの検出できるという意味なんですけれども、受かったらねって言ったのは確かにそうだった気がいたします。はい、大橋先生反論ありますか。大丈夫ですか。はい、わかりました。では次、あの梶田先生、その隣でまさにニュートリノでノーベル物理学賞を受賞されております。皆さんも本当によくご存知だと思うんですけれども、梶田先生こう見えてるとそんなに大きく見えませんけれど、直立すると背が、ね、高いんですよ。あまりそこは関係ないかもしれませんけれども、お願いいたします。はい、あの、東京大学宇宙線研究所の梶田です。なんで私が神楽の命名委員会に関わっていたのか、必ずしもよく分かんないですけど、まあ、大橋先生に出ろと言われてたような そんな気がいたします。あ、それで大橋先生、あの神楽になって誰にも名前を間違えられなくてよかったと言ったんですけど、いや必ずしもそうじゃないんで、あのちょっと皆さんにも気をつけてくださいねということでお話したいと思います。あの我々神楽と言ってますけど、それを英語で書くと KAGRA なんです。ところがですね、だいたい5回に1遍ぐらい KAGURA っていう書いてくる日本人がいるんです。ですので U を入れないようにあのお願いいたします。あの私の方からは以上です。素晴らしいですね。グラビティですからね。 ありがとうございます。まさかそういうちょっと文学的なというか日本語的なというか言語的な指摘が入るとは、あの、はい、驚きですけれど楽しいですねこの会話。はい、ではあのもう一度学長よかったら、あの先ほどは大橋先生の質問に答えるというような形だったんですけれど、はいはいはい、ぜひあのせっかく主催者の中心であの、はい、私皆さんあの今日並んでいる、ね、あのチラシの中にあの科学あるいは宇宙物理学という専門家の方の中で建築家というあの名前が入ってて、確かに私建築家専門なんですけど、実は小学生の頃はですね、あの渋谷に昔プラネタリウムがあって、後藤プラネタリウムといって、私はあのその日曜会員で毎週通ってて天文ガイドを取っていて、それで小学生の特に卒業文集には将来なりたいものって宇宙開発技師ってことになってですね、母親にはもう地球にはいないからって言ったらしいんですけどなぜかあの、はい、こちらにおりまして、あの地上で構造物を作り上げてるんですけど、ただあの非常にそういったあの幼い頃にあの宇宙のことを考えたりしたことと今地上でコツコツ構造物を作っていることは関係があるかなと思います。あのそういう意味では今日あの天文学とあの文学っていうこうあの一見関係ないだけど、実は今日皆さんお伺いのようにすごくあの通じているものがいろいろあるようなことをさせていただくのはとてもありがたいですし、そういう意味であのいろいろなことに触れてみて正面から見えなかったらこう また別の方から見ていくという意味でですね、今日あのいろんなきっかけになるような話ができればなと思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。あの
八代学長は今年の1月に就任されたんですね。でそしてリベラルアーツも非常に大切にするという学長でいらっしゃるというふうに聞いております。あの皆さんももう東京都市大のホームページは随時チェックして、どんな楽しいイベントがまた突然告知があるか分かりませんので、引き続き応援よろしくお願いいたします。はい、では最後に、ね、あの初代マスター、そしてさっきも宇宙のお話面白かったですね、渡辺先生、自己紹介を改めてお願いいたします。はい、あの先ほどあの部屋の空気を汚してしまった渡辺ですが、あの私は実は神楽の命名委員会の委員として呼ばれたんですよ。それで、まあ、大橋先生からの、 あの頼みで、まあ、大橋先生の頼みは断れないので、当日向かおうと思って第1回がねできなかったんですよね。うん、2011年の3月11日にセットされてたんです。うん、それでね、これは、11日でした。あ、12日、12だったね。そう、翌日だ。それでやれないよねっていう話をして、結局その頃はオンラインでやるなんて発想が全くなかったので、やらなかった記憶がありますね。でもまあ何ヶ月か過ぎて、やって。でいろんなそのいろあの、まあ、募集であの応募されたその名前の案というのはとってもみんなあの面白い名前がたくさんあったような気がしますけど、まあ、最終的に神楽に決まった時にあの、まあ、委員長である小川先生が、ね、小川さんがこう神楽に決めましょうって言われたのがすごい印象的でしたね。はい、あのそういう意味ではあのすごくいい経験を私はさせていただいて、言葉を紡ぐあの方の感性っていいますかと、そういう方と一緒に仕事ができたのがとっても嬉しかったなと思います。あのちなみに私ね、ここで言うのもなんだけど、あのなりたいものが3つあったんですよ。1つ目はね、まあ、天文学者ね。でもう1つはね、小説家。うん、本物がいます。うん、それでね、でもね、渡辺淳一っつうとね、そうですねあのもっと偉い先生がいたので、もうこれは諦めて、でもう一つはね、漫才師を目指してたことがあって、まあでも公演で笑い取れればいいかなっていう、はい、十分取れてます以上です。どうもありがとう、ありがとうございます。はい、ではあのこの神楽という命名の経緯ですとか、まあ、少しあのそれにまつわるお話も皆さんに伝わったかと思うんですけれども、あの先ほどから時折にこう挟み込んでくる一番奥の大橋教授、皆さんあれあの人は何者だろうってちょっと気になってるかと思うんですけれども、あのそもそも神楽の観測施設の施設長をされていて、あの3月までこの前までされていて、また今東京大学の宇宙船研究所の教授としてあのこちらの首都圏に戻ってきてるんですが、大橋先生のことをもっと知りたい方は、FM 東京の松任谷正隆もっと聞いていいですかというラジオ番組があります。でアーカイブでホームページであのもう各界の著名人ばかり出てるんですけど、必ず大橋先生の名前が今年の4月に放映されていて、2回上下とあるんですね。そこで聞いていただくと、神楽の施設、観測施設そのものも分かりますし、あと大橋先生のもう生の声、松任谷さんとの対話をじっくり聞けるので、ぜひ皆さんラジオですとね、あのお皿洗いながらとか、かあの耳だけ聞け傾けてれば聞けますから、ぜひぜひ聞いてみてください。はい、ね、先生どうぞ一言。いや絶対聞かなくていいですあの私はあの渡辺さんみたいに話はうまくないと思うので、あのさっき渡辺さんの話を聞いて、なんてこの人はこの話がうまいんだろうと、でこの中でこう自分の本を宣伝する人、これはすごいなと思って聞いてましたけども、あの、ちょっと話題全然変えましたけど、あの今それ褒めてないよね。あの今グラフィックレコーディングやってくれている滝本さん、あの始まる前にこの、あの談話会には
その台本はないんですかという質問をされて、ないんですよって言ったら、そんなのでうまくいくんですかと言われたんですけど、ここ本当に台本なくいくんですね。で、そうは言っても少しは準備するんですよ、このメンバーで。で、1回だけズームミーティングをしたんですけども、その中で話題の話はこの話の内容とか順番の話はほとんどなくて、私が記憶に残っているのは、渡辺さんその時に IAU の副会長として南アに行ってまして、寒いって人もう寒くてしょうがないっていう、つまり我々この暑いところにいるんですけども、南半球ですから、もう完全に真冬で、寒い寒いと言ってるのだけが記憶に残ってそういう会合、事前の打ち合わせをしましたけど、もうそういう会合でほとんどこう内容についての話はなかった。そう、小川さんそうでしたよね。そうですね、確かに。でも私びっくりしました。そのやっぱり天文学者っていうのは世界中を飛び歩いてるんだなと、南アフリカにいるっていうこと自体がもう出不精の私には信じられなかったんですけど、ちゃんと出席してくださって、で先生さっき小説家になるのがもう一つの夢だったっておっしゃってたんですけど、実は私は先生が応募された小説を審査したことがあります。もうずいぶん昔ですけれど、で岡山県が主催している内田百賢文学賞っていうのがあるんですけど、それにもう私はその時は全然先生のことは存じ上げないし、審査する時にはプロフィールは隠されているので作品しかその時は知らなかったんですけれど、岡山に有名なアマチュアの天文の星を発見するのが得意な方がいるんですよね。そうですね、本田実さんという、その本田実さんについて書かれたとってもロマンチックないい小説で、私は推したんですけれど、残念ながらその時は落選されて、で後日全く別の、私が科学の扉をノックするっていう本を書くにあたり、最初に登場していただいた科学者として渡辺先生のとお会いしたら、実は小説は僕が応募したんですという、本当に不思議な縁でここにいるみんなは結ばれているということなんです。いや、そんな過去があったとは、ね、もう驚きですね、はい、どうぞ大橋先生。もう一つだけ渡辺さんの話題、もう一つだけ皆さんこうその IAU の副会長というので一つだけ思い出してほしいことがあります。我々こう惑星を水金地下と天解明と覚えたと思うんですけども、冥王星をなくした人です惑星から追放しちゃった人ですなくしてはいないってなくならないから冥王星はそう2006年ですよね、はい、冥王星がもう惑星じゃないっていう、の定義の、まあ、惑星の定義の案を書いた7人の1人でした。日本に帰ってきて随分冥王星好きの人には怒られたし、ね、特に一番ね怒られたのは松本零士さんですね。そうですよね、うん、冥王星っていうのはいかに大事な星かって言ってね、太陽系出てくる時の最後なんだとかいう言われてですね、まあ、一生懸命ご説明申し上げましたなんか今回 の, 南アフリカの IAU の会議でも惑星定義が結構議題になったって聞いたんですけど、はい、2006年の時は時間がなくてですね、実は惑星中の定義を太陽の周りを回っているものしか定義しなかったんですね。でやっぱり今他の星の周りで回っているものも惑星なので、それも含めようというのが基本的な動機なんですけど、新しい定義案の提案があって、で3年間議論して次のローマの総会でおそらく決議されるんじゃないかと思いますね、はい、また何か書こうとしてますね。わかりました
狙っています。楽しみですね。さっきもだから本当に地球のようなね惑星が山のようにあるはずだっていう話があったので、やっぱりそういうものも惑星として含めていく。そっちの研究者からやっぱり圧力があって、まあ読む限りは非常にいい提言案になってますね。はい。でも冥王星が戻ることないですからね。もう一つ、さっき小川陽子さんの科学の扉をノックするで、確かに最初に渡辺さん出てるなと思ったんですけど、その確か後書きで小川さんが、科学者は皆さんが奉仕の心を持っているだったかな、なんか謙虚でっていうような、はい、そういうようなことをおっしゃってたんですけれども、そうでない人もいたりしませんかって。少なくとも私が取材で伺ったりこうして出会った先生たちは皆さん、人間的にも尊敬できる方々ばかりで、やっぱり作家っていうのはゼロから世界を作ってるっていうどっかおごりがあるんですよね。でも研究者っていうのはすでにある真実なんだけどまだそこに到達できていない、そこに到達したいというすでにあるものをしかし見えていないもの、解明されていないものに、を求める、やっぱり それはある種の謙虚さとか神と言っていいのか創造主と言っていいのか何か偉大なものに対して頭を垂れる気持ちがないと続けられないお仕事だな、それはすごく尊敬します。そのように言っていただけるとすごく嬉しいんですけど、ちょっとそれは褒めすぎじゃないかなという感じがしました。やっぱりでもそういうふうに考えながらやっていかないといけないんだろうなと、ちょっと今日はいいことを学びました。ありがとうございます。でも梶田先生が東京大学の安田ホールで講演をされた記事が、8月4日の読売新聞の朝刊に大きく載ってたんですけれども、その中で都内の学生さんたち、高校生が主でしたかね、皆さんの質問に答えている中で例えばすぐに役立つものでないとしても、まあ、これは何だろうっていう疑問を持ってそれを地道に研究していくっていうことはとても大事ではないかと。その今の世の中ってよくタイパとかっていう言葉でタイムパフォーマンスのいいものに走りがちなことがありますけれど、そうではなくて何かこう粛々と続けるということの大事さを高校生にお伝えしていて、高校生もうなずいて聞いてましたですね。いかがですか。ありがとうございます。ここら辺はまさにそう思います。話せばきっと長くなっちゃうんですけども、まあ多分あまりでもそこのことばっかり強調するわけにもいかないんですけど、でもやっぱり本当にまあ一言だけ言わせていただければ、やっぱり私たちはそうです、ある真実があるんだけどそれを知らない、それに向けてやっぱりやっていくという、従って時間かかることもある、まあ、そういうことを皆さんに知っていただきたいなと思いながら、頑張っております。はい、ありがとうございます。八代学長、そのあたり学校をこう、ね、はい、率いてらっしゃる学長として、まあ、教育で、まあ、多様化ですとか、あとさまざまな学生さんにも、まあ、いろいろな知見をリベラルアーツなども含めて持ってもらって、そして自分で考えてこう何か作り上げるようなこともしていってほしいというようなこともスピーカーとされてましたけれど、お願いします。我々この東京都市大は、先ほど申しましたように武蔵工業大学といういわゆる工学部がベースになっている学校で、そうすると今梶田先生のお話聞いてて、科学に対する向き合い方ちょっと違うかなと思いました。つまりいわゆるピュアサイエンスだとね、今おっしゃったようにまさに分からないことを明らかにしていくということなんですけど、我々は例えばこの建物を作る際にすでに分かっている科学的な原理を使って何か人の役に立つことを作っていこうという、だから科学は大事なんです。ただ科学の学び方がその本当にどんどん分からないことを極めていこうという人たちもいれば、逆にそれを使ってね何か人に役に立つ、人が幸せになることをしていこうというところがあって、
そうすると我々 の学生諸君というのは科学のことも学ばなくなるんですけど、人に役に立つことは何だろうかってなると、今日のテーマであるリベラルアーツというんでしょうかね、人にとってその人工物がどういう意味があるのかってことも考える力を養っていかなきゃならないなと思ってます。ただ我々の中でも今日司会してくださった高橋先生がいらっしゃる自然科学科はその中ではちょっと居心地悪いかもしれないけど、完全にキュリシテドリブンというのかな、真実を極めていこうという学科もあることはありますので、ちょっとそこは全てではないんですけれども、多くのところはむしろそういった科学を使っていく、私はユーザーとの関係という意味で少しこう理学系も 10% 得ではないということを今日来て聞いていただく方に分かっていただければと思います。はい、ありがとうございます。こうよもやま話が次々に繰り広げられていよいよ残すところ15分となってしまいましたので、会場の皆様から寄せられている質問に答えていきたいと思います。皆さんたくさんの質問ありがとうございます。全部にはお答えできないのでいくつか選ばせていただいております。まず1番目、神楽の命名にあたり今だから話せるエピソードがありましたら、どうぞ小川命名委員長からお願いいたします。先ほども渡辺先生がおっしゃったように、第1回目の委員会が2011年の3月12日に設定されていたために開催できなかったということがこうある言い方をすれば、なんか最初からつまずいたっていうことになるのかもしれないんですけれど、別の見方をすれば、何かやはり地球宇宙の見えない巨大な力の前で我々人間がいかに無力かっていうことを思い知らされるところからスタートできたのは、むしろ神楽にとっては良かったんじゃないかなというふうに、感じます。はい、ありがとうございます。震災のその日にもしやっている時にあれが起きたと考えると、私はこう今陰ながら聞いて恐ろしかったなと思いますので、またいろいろその辺も、ね、何か神様の考えがあったのかなとも思います。はい、次の質問は、小説のテーマはどのような時に着想されますか、小説のアイデアはどこから湧いてくるのですか。渡辺先生ではないですよ、小川先生答えてくださいね。はいはいはい、ありがとうございます。これが分かれば苦労しないんですけれど、ここにいつも湧いてますってことが分かればそこへ行けば種が拾えるんですけれど、それが分からないのでいつも右往左往して、あえて言えばでも書きたいことは自分の外側にあるってことは常に意識してます。自分の内側を誰かに分かってもらおうと思って書くと必ず袋小路に入ってしまうんで、自分の内側よりも自分の脳みそよりももっと広い広大な、さっき見せていただいた三鷹の広大な宇宙を見ると、自分の外の世界の方が圧倒的に広いのだから、その中にきっと私に書きたがられている物語があるはずだと思って、外へ外へ目を向けるようにしています。追加で聞いてもいいですか。もちろんです、お願いします。青野さん、小川さんが前に私小川さんにも伺ったことがあるような気がするんですけれども、やっぱりその映像とか場面、そういうものが最初にあって、はいはい、つまり言葉ではないなくて、あとはテーマでもないし、ってストーリーでもないしみたいなことをおっしゃってたり書いてたりなさると思うんですけれども、はいはい、そういうのはすごく興味があるんですけれども、そうなんです。ですから例えば孤独をテーマに小説を書いてくださいって言われたらもうお手上げです、書けません。それが例えばスーパー神岡んでのこう純粋の中に浮かんだボートに2人の男女が乗ってるっていう場面を思い浮かべれば、もうそこからいくらでもお話が生まれてくる、そういう具体的なイメージ、映像、そういうものが物語になっていく。ですから最初に言葉で浮かんでくればそれを書き写せばいいんで簡単なんですけれど、言葉じゃないもので浮かんでくる、言葉にできないものを、言葉にしてるっていう感じですね。スーパー神岡んでのあそこの水面には
渡辺さんも私も一緒に浮かんでいたはずなんですけれども、そうでした、ご一緒でしたね、梶田先生もご一緒でしたね、ええ、やっぱああいうふうに小説になるんだというのはすごくやっぱ違うなと思いましたあの小説家の目で見るとあんなふうにあのなんだか余計なところを膨らませたりしてあの勝手に書いてしまいます。はい、大橋先生どうぞ。はい、全然違う方向から質問させていただきますが、あの青野さんも本を書いているというのは紹介されましたけれども、一番最近の本が脳を開けても心はなかった、あの、まあ、あのずっと長い年月を経てまたもう一回書き直したという、その最後のところに AI の話が出てくるんですね。でこの総司会の高橋先生ちょっとあの専門家なので、 AI で小説書けると思いますかっていう質問と、あとそれに対して小川さんの反論を聞きたい。まあ AI で書いていますよね、現実的に現在。あのそれがあの小川さんの審査が通るかどうかは別としてですね、はい、なのでそのあたりは将来そんなものをですね、逆にあの今我々を学生に教える立場でその AI を使ったものを見極めたいわけですよね。本当にそんなものであのレポート書いてきたとかですねいう学生がいっぱいいますけども、そういうところはですねやっぱり見極めたいな、やっぱり小川さんの審査の能力ですね、渡辺さんの小説をこう推したあの能力というのはですね AI では多分無理なんじゃないかなというふうに思っています。以上です。で私のですね今日の最大のミッションはですね時間を管理するということ、そうなんです、それが総合あの案内人の重要な仕事だというふうに言われております。あと10分ほどになりましたのでよろしくお願いします。小川さんの反論を聞きたいです。そうだごめんなさい、答えてください。 AI の小説、AI で小説をもう書く時代が来る、書ける時代が来るでしょう。で別にあの読者の立場で言えばAI が書いた小説であの感動できたり面白ければもう別にそれでいいじゃないかっていう 気がします。それででも本当に面白いのかっていうふうにあの言いたいです。生身の人間が一字一字書くからこそのなんか執念みたいなものがやっぱり行間に含まれてるんですよ。でそれがやっぱり伝わってこその感動だと思うので、 AI で書きたい人はまあ勝手に書けばいい、でも読者としてはそれを読んで感動できるかどうかはまあ人それぞれでしょうというふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、では、次の質問です。大正時代に電気と文芸というユニークな雑誌がありました。科学と文学、科学と芸術の親和性について伺ってみたいです。渡辺先生いかがでしょう。私かあの名古屋大学の哲学の先生が一度学問のイメージっていう大規模調査をやったことがあるんですね。数学とか工学とか、美術とか芸術とかをこう相関を取る、で理系の中で一番芸術に近かったのが天文学なんですよ。でおそらくそれはニュースなんかに出てくる最近掲載される綺麗な写真、宇宙の綺麗な画像とかいうのが非常にアーティスティックに思えて、いるんですよね。それで実際 NASA の連中はあれものすごい着色してます。あれ本当はアートですよ。あれ人間がこう見てもそんな風な色には絶対見えないのを着色してるんで、まあ、着色する論理はあるんですけど、それで、最近はそういう画像をですね、大きく伸ばしてどこで展示するかっていうと美術館で展示してるんですよね。138億光年宇宙の旅っていう写真展の監修をやってるんですけど、各地の美術館でやるんですね。科学館じゃなくて、科学館だと企画展示っていうのはなかなかできないので、だから美術館で それもかなりの下手な企画展よりも多くの人を集めるんですけど、
僕はそういう意味では科学は決してそのクリエイティブな側面では同じ芸術小説を生み出すのと同じで、その今まであったもののじゃないものを生み出すっていう点では、今までの地の地平線の向こう側を調べるっていう意味では同じだなと思ってて、その面白さと美しさっていうのはおそらく科学も芸術も美術も音楽も彫刻も全然変わらないし、それこそ建築もそんな変わらないと思うんですよ。建築だって科学の地を結集して組み合わせてっておっしゃいましたけど、多分組み合わせるクリエイティブネスはあるので、でその面白さを多分皆さんエンジニアの方も設計する時も考えてらっしゃると思うんで、そういう意味では親和性はもう真のところですごく親和性があるかなっていう気がしますね。そういう意味で、うん、こういう喫茶室神楽みたいなものはいっぱいあってもね、全然おかしくないなと思うんですけどね、はい、はい、ありがとうございます。この素敵な質問をしてくださった方が、ね、今日いらっしゃってるんでしょうか。ありがとうございます。では次の質問、小川先生にです。日本はアメリカに比べて朗読で作品を聞く機会が少ないように思います。環境の違いでしょうか。日本語と英語の違いなどがあるのでしょうか。お考えをお聞かせください。小川先生お願いします。はい、まあ、それはそんなに、何か決定的な違いというよりはシステムの違いかなと。文学の世界のあちらのアメリカの作家は一冊本が出るとほとんど朗読会で全米を回ってプロモーションするっていう、まあ、そういう習慣っていうか出版社の考え方があるんですけれど、日本にはあまりそういう習慣がないということですね。ただやっぱりまあ物語って語るっていうぐらいですので、人の声で、文章を聞くっていうのはいい体験だと思います。ですから私も自分で書いていて行き詰まった時はそれまで書いた自分の文章を音読してこうリズムを呼び戻してまた書くっていうことをよくやります。ですからまあでも日本ももともとは短歌を和歌を送り合うような文化があってこう歌うといいますか作った作品を相手に送るのに言葉で伝えるっていうようなそういう文化もありますし、それは出版社の事情の違いだけの問題だと思います。ありがとうございます。貴重なお話を伺いました。では最後の質問です。これは梶田先生にお願いします。学者として常に人を育てる活動の占める割合はどのぐらいでしょうかという質問が来ております。はい、ありがとうございます。まあ、人を育てるというとやっぱり教育ということかと思うんですけども、まあ、じゃあ、まあ、人を育てるその目的は何かといって、まあ、それもやっぱりいろいろとあると思うんですけど、まあ、まあ、私物理学者ってどっか書いてあったかな、はい、という立場で若い人と接してきたという観点からもしその非常に多分人を育てるという意味でも狭い観点ですけどお話しすると、先ほど小川さんから、科学者は本来はすでにある真理それが何だろうかということをこう、まあ、突き詰め、求めていく、まあ、そういう人たちだということでお話しいただきましたが、それっていうのはそう簡単な話ではなくて、もちろん一人でできるような話でもなく一世代でできるような話でもなく、まあ、きっと永久に続くような活動だと思っています。まあ、そうした時にやはり自分たちが追い求めていたことをさらに次の世代にも、もっと追い求めてもっと真理に近づいてもらいたいなという、まあ、そういう思いがありますので、まあ、そういう意味で人を育てるということは我々少なくとも科学者にとって
すごく大切なことだというふうに思います。どうもありがとうございました。まさに大学で行っているイベントの最後にふさわしい人の育て方についてのお答えで締めくくりとなりました。では我々のこの、あっという間の50分をあちらの右向かって右側の滝本さんが今どのような形になっているのか、そして滝本さんの可視化はどういう結果だったのか、滝本さんからご説明お願いできますでしょうか。彼女が今写真を準備している間に私をちょっと、はい、こんな梶田さん大橋さんにですね、育てられた人はこんな感じになっていますよね。はい、はい、感謝しております。今頑張って最後の仕上げをしてくれてると思いますので、あ、じゃあ、まだもうできますか。じゃあちょっとだけ最後に最後に、去年実は神岡でも小川さんに来ていただいて対談したんですけども、その時に中日新聞の記事になったものがありまして、これ面白いんですよ。小川さんがある質問に対して、答えたことなんです。なぜ阪神が負けたことで私はこんなに不機嫌になるのか、我ながらバカだなと思う時がある。これは最初ここからがいいんですけども、人生で何のためにこれをしているのか、理由がわからないことを何種類持っているかって結構その人の人生の豊かさに比例すると思うという、これ中日新聞が書いてくれたんですけども、これ非常によくて私も記憶にすごく残っていて、はい、なんか一言あれば。本当に、究極本だって何のために読んでるんだっていうことですね。今日読んだ小鳥を読んで何の役に立つのかというようなことにしかし喜びを見出すという、そういうものをたくさん持ってる豊かな人生を送りたいですね。ありがとうございます。はい、小川先生、今年は阪神はどうですか、調子は。はい、最後、大ファンなんで、ぜひ、はい、今、苦しいクライマックスシリーズを応援したいと思います。はい、ぜひ会場の虎吉の皆さんも一緒に応援お願いいたします。さあ、スクリーンに映ったようですね、滝本さん、お願いいたします。はい、ちょっとバタつきました。ですが、なんとなくまとまったかなと思います。ちょっとこのあと最後に本当に少しだけ仕上げをしたものを最後にしようかなと思っております。現時点でできているものはこちらになっております。今映し出している部分は、皆さんの自己紹介ついでにそれぞれの活動の内容とか大事そうなところを記録させていただきました。で、小川さんのお話はそもそも神楽の命名のお話、その由来のお話、神岡の科とか神岡の由来とかグラビティとか神楽っていうものを使っているというお話から、あと、八代先生からは、祖師大の前身のお話があったりとか、でその後は先生 その小学生時代の実は天文学とつながりがあったっていうお話がありました。で、右上の方に移ると渡辺さんのお話もあって、そこもすごく面白かったなというふうに思います。第1回はできなかったっていうところが最終的にそれも最後小川さんのお話で結果それも一つ大きな学びになったよねっていうお話があったと思います。で、結構大事なのは神楽の湯はいらない。これ皆さん今日覚えて帰ってくれたら、私も覚えて帰りました。帰ろうと思います。湯はいらないっていうところを結構大事かなと思いました。その中で梶田さんのところで結構印象的だったのが、その中で小川さんがおっしゃってたところで、その研究者っていうのはどういうことなのかっていうお話がありました。その研究者はすでにあるものだけど、まだその解明されていないものっていうものを扱うからこそ、扱うお仕事だよねっていう、それってすごく貴重なことだよねっていうお話がありました。でその中でその真実に向かって時間をかけてみんなに伝えるっていう梶田さんのお話も結構私的には印象的なものになっておりました。はい、
あとやっぱ名前はすごく大事だよね。大学の名前もそうですけど、その神楽っていう名前にしたことで親しみやすさとか皆さんが覚えてもらえるっていうところ、そういうその一つ名前一つとってもすごく大事なことっていうのもキーワードとして残されていたかなというふうに思います。はい、最後の2枚についてですが、こちらはあの皆さんの事前に送っていただいた質問に対してお答えいただいた内容になっておりました。そうですね、その中でやっぱりあの科学に対する意識、科学者とか研究者っていうものの意識とであったりとか、その科学を使っていくユーザーとの関係性、そこが大事だよねっていう八代先生のお話がありました。それが結構大事かなっていうふうに思っております。あとは AI が小説を書くことって本当にできるのっていう、結構そのこれから先本当に起こりうるかもしれない事実にことに対して実際に小説を書かれている小川さんからのお話があって、いやでもできるかもしれないけどやっぱり生身の人間が書く面白さっていうのも実はあるよねっていうところがありました。あと朗読の文化についてはシステムの違いがあるんじゃないかっていうところで、まあ、でも結局日本のその昔ながらの和歌っていう文化、そういう文化もあるから、そういうのも音読していく、朗読していく文化ももっとあってもいいんじゃないかなっていうところは個人的に思ったなっていうところになっております。以上になります。ありがとうございます。ありがとうございました。素晴らしいですね。これが AI ではなくて本当に生身の人間がそこで目の前でやってくれて、この美しさ、そして直筆の素敵な感じ、あのぜひ記憶に残してください。はい、じゃあ高橋先生マイクをお返しします。はい、あのなんか AI が悪者になってましたけど、AI はですね、私思うにですね、やっぱり人間に寄り添うものであってほしいかなというふうに学生には教えています。あの AI が暴走してなんていう映画があったりしますけども、 AI 自身はですね、やはりあの人間に寄り添う存在であってほしい。それがやっぱり今後重要なのかな。それが使いこなせる人間を育てる、それが大学として重要なことなのかもしれないというふうに思っています。なので決して悪者ではないということを強調して終わりたいと思います。